ご機嫌よろしゅうございます。楽もできる和菓子 YouTuber 龍楽です。この番組はですね、我々落語家がいろんな地方に行きます、そしてそこの名家に出会うわけですね。それからまあやっぱり我々の仕事というのはやっぱ芸能の世界ですから、楽屋見舞いというような形でいろいろなものを頂戴する。その中でこれはといった味にも出会うわけです、そういう中で私の気に入ったもの、もう一押しの品物を皆様にお勧めして、それで皆様方がどっかのパーティーにお土産として持っていく、あるいは取引先のご挨拶、そんなところに役立てていただければいいな、そんな感じで始めている企画でございます。よさあ、それでは本日は何かと申しますと、この自慢草餅本店とありますが、これね、以前草餅ご紹介しましたね。それも大変に美味しかった。でプレーンの草餅とあん入りと、これも同じ向島の自慢草餅でございますが、ここにもう一つの素敵な味があるということで、本日はご紹介をいたします。こんな具合に姿を現しました。このですね、お団子、草餅の団子というのが、これ賞味期限といいますか、その日ぐらいなんですね。だから本当にこのできるだけ早く召し上がっていただいた方がいいわけです。3時間過ぎると硬くなるということは、もう何にも入れずに、ちゃんと作っている本物の味ということでございますね。それでは早速参りましょう。なんか無言ですね。うまいです。このしっかりしていて、それでいて柔らかくて、でこのね、蜜の具合が最高なんですよ。でこのやっぱりね、濃すぎないのがいいですね。そして、余談ですよ、これ皆さんね、このお団子を食べるときに思いませんかね、これ大抵4個でしょ、これなぜ4個かということ、これね、訳があるんです。江戸時代初期の頃はこれは5個だったんですね。そして5文で売り出されたんです。ところが江戸中期頃に四文銭というものができて、それがもう極端に流通したんです。そうすると四文銭一つでもって食べられるのがいいじゃないか、今でワンコインみたいなもんですね。そのために四文にしようと思ったんですが、そうなりますとこれやっぱり大胆な値下げでございましょう。そこでじゃあ5つあったのを4つにしようという、
そういうところからこの形が今に至るまで定着しているという、まあ、ちょっと豆知識でございました。でこういう品物はですね、先ほども申し上げました通り本日の味ですから、やはりすぐ召し上がれる状態にあるところにお持ちになる方がいいですね。パーティーでワイワイガヤガヤしてる中でみんなで一口ずつなんて感じがよろしいんじゃないでしょうか。私はこちらの何と言いましても草餅が大好きですが、通い詰めるうちにこれも発見したわけでございます。このようなわけでこの自慢草餅本店で、この本店というのに意味がありまして、これは本店でしか買えません。ですからそういう知識もね、ああ本店まで行って買ってくれたのかと喜ぶ方もいらっしゃいますし、そういう説明をされると、おお、そういうものなんだな、日本の味というのはやっぱり和菓子はいいなと思ってくださる方も増えると思うんですね。本日は向こう島の自慢草餅本店のこちらお団子でございましたね。というわけで本日もご無礼つかまされました。